専門店渋川市ペレット番群馬です。昨日新築のお客様ですね、山本製作所さん密閉型ストーブほのかの設置をさせていただきました。非常にですねコンパクトで、しかもですね温風の吹き出しが足元からというですねタイプで、なかなかこういう足元温風タイプっていうペレットストーブは、まあ、今までないわけですけども、まあ、そういったところもですね、人気の一つなのかなと思います。そしてまたサイズがですね少し低めの設定になっておりまして、女性でもですね、上部背面のですねタンクへのペレット投入がしやすくなっているというのもいいところじゃないかなというふうに思います。で試運転はですね、この後来週の予定になっております。日程を調整しながらですねお客様に引き渡しをしたいと思います。ペレットストーブメンテナンス申請設置、また群馬県で初めての無電ペレットストーブに関して何かございましたらペレットマン群馬までお問い合わせください。